ジブラルタルの地図イギリスの海外領土である、ジブラルタルの交通について説明する。ジブラルタルには、総延長 49.9km の道路があり、全区間が舗装されている。人口約3万人のジブラルタルにおいて、一人当たり自動車保有台数はほぼ1台であり、これは世界最高レベルである。ジブラルタルは右側通行だが、これは国境を接するスペインと同じであり、 イギリス本土とは異なる。かつては左側通行だったが、1929年6月16日午前5時に右側通行に切り替えられた。市内中心部を走る古い道路の大部分はかなり道幅が狭く、時速5 0トル制限が一般的である。ジブラルタルには10カ所のガソリンスタンドがあり、ガソリン価格は隣接するスペインより安価であることから、 ガソリンタンクを満たすためだけにジブラルタルに入国するスペイン住民もいる。ジブラルタルの国際識別記号は GBZ である。ナンバープレートには初めに G の文字が刻まれ、最大5桁の数字、または4桁の数字が続き、最後に1桁の文字が続く。このようにイギリス的なナンバープレートが標準的だが、標準的でないナンバープレートも許可されている。 首相の公用車は G1 で登録されており、政府の公用車には番号の代わりに王冠が刻まれている。オープントップのダブルデッカーバスジブラルタルには10本の公共バス路線が存在し、ジブラルタルバスとカリプソ交通の2社がバスを運行している。ジブラルタルバスは完全にジブラルタル自治政府によって所有されており、8路線を運行している。カリプソ交通のバスには、 シティバスというブランドが与えられており、ジブラルタル国際空港及び、スペインとの国境地帯へ直通する2路線を運行している。ジブラルタルバスは1番系統から4番系統、6番系統から9番系統を運行している。車両は、カエターのニンバスの車体を持ち28座席を備える、デニス・ダンドとアンバイの車体を持ち15座席を備えるメルセデス・ベンツ、スプリンターである。 2004年4月10日、車両への投資に消極的だった民間のロックシティサービスを引き継いで、公営のジブラルタルバスが設立され、その日からデニス・ダンドが運用されている。メルセデス・ベンツ・スプリンターの3台は2010年11月に運用が開始され、アッパータウンにあるムーア城に向かう一番系統に導入されている。一番系統は狭くてうねった道路を通行している。 運賃は、片道大人1.8ポンド、または2.4ユーロ、子供1.5ポンド、または2ユーロ。カリプソ交通が運行するシティバスには5番系統と10番系統の2路線がある。5番系統は、フロンティアターミナルと、市内中心部を結ぶ路線。10番系統は、フロンティアターミナルと、市内中心部の南側を結び、ジブラルタルケーブルーのふもと駅と接続する。 路線である。シティバスの5番、10番系統のみが空港滑走路を越えて運行されるバース路線であり、この2路線はスペインから陸路で入国、または空港から空路で入国する観光客にとって利便性が高い路線となっている。運賃は片道で大人1.4ポンド、または2.1ユーロ、子供1.2ポンド、または1.8ユーロ。往復利用の場合は、 割引が適用され、大人2.2ポンド、または3.3ユーロ、子供1.8ポンド、または2.7ユーロである。ジブラルタルバスとシティバスの乗車券の総合利用はできないが、2社の全バス路線を自由に利用できる1日乗車券が発売されており、料金は大人6ポンド、または9ユーロ、子供4ポンド、または6ユーロである。また、二千十二年五月まで、 ジブラルタルバスは1年間にわたってこの区間で無料での試験運行を実施していた。現在も無料で移動できるのはジブラルタル住民、ジブラルタルへの通勤者、軍人のみである。ザロックの周辺ではタクシーを利用でき、その多くはアッパーロック自然保護区へのツアーに利用される。タクシー台数の多い国境地帯や市内中心部などでタクシーを拾うことができるが、 運転手はツアー料金はもちろん通常料金を取ることも義務付けられている。ジブラルタルケーブルカーメインストリートの南端付近、荒目田庭園近くにある麓駅からサルエを通ってザロックの北側頂点までジブラルタルケーブルカーが運行されている。ジブラルタルケーブルカーは1966年に建設され、1986年に改修された。 ジブラルタルケーブルカーはケーブルカーという名が付いているものの実際の形態はケーブルカーではなくロープウェイである現在のジブラルタルでは鉄道は運行されていない以前にはイギリス海軍基地内労働者地区貯蔵施設付近を走る無数の鉄道が存在したトンネルを走る鉄道もありそのうちの一本はザロックを貫通していたこの鉄道跡は 今日では道路トンネルとして利用されている。19世紀と20世紀の変わり目には仮設の工業用鉄道も存在し、この時代には鉄道でジブラルタルの全海岸線を巡ることが可能だった。イギリス海軍基地内の鉄道は17台の機関車を持ち、そのうちの多くは数字で区別されていたが、4台だけはジブラルタル、カタラン、ロシア、 カルペと呼ばれていた。スペインの鉄道線はラ・リネア郊外まで広がっており、ジブラルタルに最も近い鉄道駅はアルヘシラスからロンダを経由してアンテケラまで運行されるスペイン国鉄のサンドケラ・リネア駅である。1969年まではアルヘシラス駅へのアクセスに便利なフェリーがジブラルタルから運行されていた。半島のジブラルタルは国土が細長いため、 海は重要な交通結節点である。かつて、イギリス海軍基地は、ジブラルタル住民の重要な雇用者であり、基地は依然として、ジブラルタル西岸のジブラルタル港に存在する。ジブラルタルに登録された1000トン以上の商業船は26隻にも、なる。年間を通して、様々なクルーズ客船が、ジブラルタル港を訪れ、ノースモールの西布島にある。 ジブラルタルクルーズターミナルに接岸する。ジブラルタルを訪れる日帰り観光客のかなりの割合はクルーズ客船によるものである。ジブラルタルからは FRS によるフェリーが週2回ジブラルタルとタンジェ進行を結んでいるが、スペインのアルヘシラスかタリファ機転の方が便数が多いため、今日では多くの乗客がジブラルタル港ではなくアルヘシラス港かタリファ港を使用する。 かつては、ジブラルタル湾を挟んで対岸にあるアルヘシラス域のフェリーが存在したが、1969年にフランシスコ・フランコ独裁政権によって便が立たれていた。しかし、2009年12月16日にスペインの企業トランスコマによって運行が再開され、1960年代に両校を行き来していたフェリーを思わせる総動線のプンタエウローパセグンドが就航した。 2010年11月10日、トランスコマによる運行はグルポメデックスによって引き継がれ、2011年には定員を拡大した新造船の就航が発表された。ジブラルタル国際空港と国境地帯ジブラルタル国際空港はジブラルタルにある唯一の空港である。空港はスペインとの国境のすぐそばにある。土地の狭さから滑走路は 半島の付け根を東西に横断する形で設けられ、南北の土地は滑走路によって完全に分断されている。このため、ジブラルタルからスペインに向かう唯一の道路が平面交差の形で滑走路を横切っており、旅客機が着陸もしくは離陸するたびに道路側に設置された遮断機が降りて通行が一時停止される。EG ジェットとブリティッシュエアウェイズがイギリス本土に向けて ロイヤルエアモロッコがモロッコに向けて民間定期便を運航しているが、現在はスペインへの定期直行便は運航されていない。スペインのコレドバにおいて2006年9月、イギリス、スペイン、ジブラルタルの3政府は、ジブラルタル国際空港が、ジブラルタル人とスペイン人双方にサービスを提供することで合意に達した。ジブラルタル国際空港は、 スイスのバーゼル空港やジュネーブ空港などと同様に、スペイン側にも入り口を有するように回収される。2006年12月16日、イベリア航空は、スペインの首都マドリードとの間に直行便の運航を開始し、2007年5月1日には、ギガバイトエアウェイズとの共同運航となった。しかし2007年9月30日、ギガバイトエアウェイズは、マドリード便の運航から撤退し、 イベリア航空は小型機の使用も検討したが結局イベリア航空は2008年9月にマドリード便の運航から撤退した2009年にはアンダルス航空がマドリード便の運航を開始したがスペインの航空当局が同社の運航ライセンスを取り消したためアンダルス航空は2010年8月13日にマドリード便から撤退した路線の人気が残っているのは 明らかだったが、ギガバイトエアウェイズは2006年10月28日に、ロンドンヒースロー空港便の運航から撤退した。ギガバイトエアウェイズは撤退の理由について、ロンドンでのサービスを、純ハブ空港であるロンドンガトウィック空港に集中させるためだとした。その後、ギガバイトエアウェイズのヒースロー空港の発着スロットは8000万ポンドにまで上昇していると信じられている。 2007年10月、ギガバイトエアウェイズはイージージェットによって買収され、ブリティッシュエアウェイズのフランチャイズパートナーではなくなった。2008年3月には、全便がイージージェットによる運航にリブランドされた。ジブラルタル国際空港から、イギリス本土には、イージージとブリティッシュエアウェイズの二社によって、ヒースロー空港、ガトウィック空港、ロンドン・ルートン空港、マンチェスター空港。 ブリストル空港、エディンバラ空港に定期直行便が飛んでいる。ヒースロー空港便のみがブリティッシュエアウェイズによる運航で、残り5空港との直行便はイージージェットによる運航である。2012年中には格安航空会社のブミベイビーがイーストミッドランド空港との間に就航したが、ブミベイビーは同年9月に全便の運航を終了し、ジブラルタル便からも撤退した。 週に2往復、タンジェノイブンバトゥータ国際空港経由で、カサブランカのムハンマド5世国際空港に至る定期便が設定されている。運航会社は、ロイヤルエアモロッコ。ありがとうございます。